皆様、こんばんは。カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。東京のホテルから喋っております。明日の、この後、午前2時からのメジャーリーグの中継を喋って、で、一旦ホテルに帰ってきて、シャワー浴びて、髪の毛洗って、関西に帰ります。そんな予定でございます。さて、もう10時半でございます。僕の X に寄せられましたコメントをご紹介するバージョンでございます。ヒーロー令和ビーズさんは、遠征最後を勝利で飾って連敗を止めることができました小田島投手のプロ初勝利何よりですということで、打線もこの勝利を足がかりに明日からのホームでも強力援護をお願いしたいです。ナイスゲームでしたということ。よかったね今日も。まあ、前半というか中盤まではもうね、劣勢だったんだけども、7回に一挙逆転まで持っていけたのが大きかったですね。シャコさん、大前さん、お疲れ様です。今日の勝ちは間違いなく勢いに乗れるものだと信じたいです。クリに抑えられたりミスからの失点だったりで、今日もダメかなと一瞬思ってしまいましたが、それを覆す7回の猛攻は見事でした。京ちゃんは投手に失点したのは、残念でしたが犠牲フライ打たれたのかな、それ以外は良かったと思いますということ。まあでもね、いやいやもうゲーム作ったじゃない。ね、なかなか作れない試合が多い中で、しっかりゲームを作ってくれたのは大きかったと思います。本当にナイスピッチングでした。ヒデ99さんですが、今から J スポーツの再放送を見ます。明日は現地連勝できるように熱く応援します。よろしくお願いします。明日はカスティーヨです。それから、アコニャンさんは、9回3アウトまで、力が入りドキドキでした。みんな頑張ってくれましたよね。本当に良かったです。勝って大阪に戻ってきてくれます。それが嬉しいです。明日からは中日戦。日曜日は京セラドームでしっかり応援します。ヤクルト戦も見に行くぞということをお待ち申し上げております。それから、ブライアン直樹さん。今日は阿部投手を信じ抜きました。危なかったね。でもね、本当に継投は難しいですね。3立てされなくてよかったですということ。まあ本当、そこですよね。なんとか3立てだけは免れたというこの3連戦でしたね。まあこれですぐに勢いに乗っていくほど野球は僕は甘くないと思いますけどもね、厳しい戦いは続くものと思いますけども、その厳しい戦いでどうやって価値を拾っていけるかということだと思いますけれどもね。坂東香織さん、序盤もったいないミスで失点するなど、苦しい流れでしたが、京ちゃんが粘って打線も7回に畳みかけられたのが大きかったですねということ。ね、今年は苦しいながらも3立てをよく回避していると思います。ホームに帰る明日が大事ですね。そうだね、明日、初戦取ることがすごい大切だと思いますね。はい。しーちゃんさん、とりあえず今日勝てて連敗ストップできてよかったです。そして小田島くんのプロ初勝利を祝いたいですということね。はい、ありがとうございます。それから石川のオリピメさん、ありがとうございます。久しぶりの勝ちは染みますね。染みるね、本当に。なかなか京ちゃんに勝ちがつかないですが、小田島投手初勝利おめでとう。明日も勝ってくれるよう、家で全力応援します。よろしくお願いします。本当、いつもありがとうございます。しげやんさん、まあ、京ちゃん粘りのピッチング良かったですね。そして、あと一本の高い壁を太田亮がぶち破ってくれました。エラーもあったけどね。大阪でも打ち勝とうということ。まあ本当、そこで一本出るか出ないかだったんだけど、そこで出たね。大田くんナイスです。はい。和音さん、7回まではやきもきしていたけど、勝ててよかった。次こそプロ初勝利やな、ということ。京ちゃんね。本当そうですね。よりよりメタルさんは、なんといっても京ちゃんの好投ですよね。味方のミスも最少失点でしのいで、高卒2年目とは思えない度胸でした。勝ちはつかなかったのですが、良い緊張感の中で投げられたのは、きっと次につながりますよね。って、こういう経験がすごいよね。ああいう、一軍のマウンドで粘れるという、その強さというところは素晴らしいと思いますね、本当にね。はい。希望さん、連敗がストップしましたね、ということ。今月大きく負けが込みましたが、明日5月の最後の試合に勝って、6月からは勝ち続けてもらわんと、ということで、そうなればいいけどね。
福井のけいちゃんさん、序盤は得点なしでこの後どうなるかなとハラハラドキドキでした。しかし打線がつながって勝てたことは夢でも幻でもなく、選手それぞれに復調の兆しが少しずつ出ている証ではないかと思います、ということ、小田島くん初勝利おめでとうございます、ということ、ありがとうございますね。本当だね。チャコリンさん、明日からの中日戦に勝ち越しできるように頑張ってくださいというメッセージありがとう。それからラオウさん、こんばんは。今日は若手の選手たちが躍動して今後が楽しみになってくれる試合でした。小田島選手プロ初勝利おめでとうございます。明日もなんとか京セラで粘りの全野球をお願いします、ということ。そうだね、頑張ってほしいね。リモさん、昨日言ったように3立て回避したので嬉し泣きです。いやー、前半から見ると奇跡の逆転でした。ミスしてもやり返せばいいんです。太田の逆転ではそういうムードになるきっかけになってほしいです。本当そうだね。そして横山が打てなくても打席に立たせた中島監督の胆力に驚きました、ということ。まあ本当そうだね。いやー、もうそこはもう横山くん、もう打てなくて当たり前ぐらいの気持ちでもう思い切って振ってくれればいいと思うんでね。去年まで高校生よ、本当に。ね。ありがとうございます。それから うっちーさん、若い子の活躍とプロの壁、頓宮の復活のタイムリー、投手陣の踏ん張り、濃密な試合でした。明日は現地で応援してきます、ということ、よろしくお願いします。それからあゆさん、やっと勝てましたね。頓宮さん全打席出塁。そうだね、フォアボール3つ取ってるもんね。復活の兆し本当に良かった。ダメ押しタイムよりも最高でした。逆転勝ちは本当に嬉しいですね。そういうゲームひっくり返されてきたから、この前セーブで2つね。逆に今日は終盤に逆転したね、良かったね、本当にね。ということですな。はい、モーリーさん、オリフォーです。さすが今年は違う太田選手ですよね。まあ、今日はね3番任されましたもんね。あの、本当ミスを取り返してくれましたね。ということで、大阪に帰って連勝街道まっしぐらで行きましょうというね、そういう風になればいいですな。ありがとうございます。ネイビーバファローズさんは3戦目勝ててよかったです。負けるとパーリーグの負けを背負ってしまうところでした。今日は水元ヘッドが積極的に動いてましたね。これで明日から気分よく京セラで試合できますね、ということ。まあ、あの、気分よく行くためには明日のゲームがすんごい重要だよね。頑張ってほしいですね。ありがとうございます。折野内豊さん、山陽新幹線のようだったトンネルをようやく出ましたね。山陽新幹線トンネル出たかと思うとまたトンネルだよ。はい、ありがとうございます。それからたくさん頂戴していました。ありがとうございます、本当にね。岸村秀明さん、いつも写真貼ってくださっております。ありがとうございます。よかったですね、本当にね、ありがとうございます。現地で一つ買っててよかったですね、本当にありがとうございます。住吉太郎さん、辛抱の末久しぶりの全野球が出ました。前半は斉藤くんもいろいろありましたが、なんとか最小得点で抑え頑張りました。最小失点でですね。明日は京セラ上がり目のトンチャのタオルを持っていきます、ということ、よろしくお願いします。はい、P ちゃん、お前さんお疲れ様です。単純に嬉しいです、よかったね。頑張ってる京ちゃんに負けはつけられません、ということ。本当そうだね。レストさん、やっと勝てた。よく言えば、京介が頑張ってるうちに逆転して欲しかったですが、なかなかでしたね。トングがようやく去年らしくなってきて安堵しております、ということ。それから、とんかつ TV さん、やっと勝てた、待ってたぞ、待ってくれておりましたが、ありがとうございます。うさぎさん、ドイツカード3連敗回避は大きいですね。広島の実況で観戦しましたが、オリックスのこともよく知っていて公平でとっても好感が持てました。広島とはもう一度日本シリーズで対戦したいですね。諦めませんよ、ということ、ありがとうございます。
ずんだもちさん、3立てされて借金3つ作るのと一矢報いて借金1にとどめるのは大きな違いがありますね。その通りだよ。明日から1つずつ返していきましょう。そう、1つずつしか返せない。ね、そういうことですね。コンバースさん、勝つことはこんなに嬉しいのかと思うほど嬉しいです。今日は久しぶりに気持ちよく眠れそうです。ゆっくりお休みくださいませ。ということで、今回もたくさんの、メッセージをありがとうございました。全部ご紹介できませんが、全部目は通させてもらっておりますんで、いつもありがとうございます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。明日、今日、久しぶりのなんか今日、それだね。そんな感じです。じゃあまた。